ファンアート、ありがとうございます。本当にありがとう。いやー、またクオリティ高いファンアートをもらっちゃったよ。こんなのをもらうとやる気がモリモリ出ちゃうんだよね。それがやる気モリモリの顔なの。それより、最近のコメントで、ザンサンバームってものもしてくださいっていうのをもらったろう。だから本で探してみたんだけど、出ないんだ。ああ、そいつはその本には載ってない。結構最新のやつだからね。ザンサンバーム、もしくは、ワホットも呼ばれるやつは、人に似ている顔と、真っ白で長い毛を持つ、前足が長い虎のことだよ。場合によっては、体は怠け者だということもある。なのに案外速いスピードも持っているやつなんだ。体以外の特徴は何なの？基本、人を食うやつなんだけど、肉なら何でもいいらしい。一番の特徴なら、やはり人を引き寄せるモノマネだね。モノマネ？やつは人のことを理解している。だから山とかで道に迷っている人たちが、必要としていることを把握し、その音を出せて釣り込むの。例えば喉が渇いてしまったっていたら、川の音を出して釣り込む。人を探すと、その人の声を出して釣り込むの。へえ、モノマネの達人だね。それで、最新とは？こいつの動機は、スレンダーマンとか、クネクネがいるんだ。ネットで目撃談が出て広がれた、いわゆる都市伝説レベルのやつなんだ。ま、300年前の記録にもあるっていうのもあるが、そこで出た怪物が何なのかは未だにもわからない。それ以外にもいろいろ説があるらしいよ。例えば、ある動物の見間違えとかね。最近の都市伝説だから、この本には載ってないってことか。間違えた情報としては韓国のタルチュムっていう仮面踊りがあるんだけど、そこで出る獅子仮面が、ザンサンバームをモチーフにしているとかの話があるが、間違っている情報なんだ。だいたいこいつは、下道を歩い出した坊主に怒った仏様が送った獅子なんだよ。見た目は確かに似ているね。逆にこいつの仮面を遠くで見て、ザンサンバームだと思い出したっていう話もあるくらいだからね。まあ、都市伝説レベルだから、よく知られている。特にこんな妖怪とかが知られてない韓国にはなおさらにね。おかげで映画にも作られたんだ。ほう、ここでもザンサンバームは、白い虎みたいな姿なの？出ないよ。え？これ、ホラーだけど、妖怪は出ない。ザンサンバームは、幽霊みたいに姿は出ないよ。そうなんだ。